そして岡田彰布監督の入場です。まずは見事日本一に輝きました阪神タイガース岡田監督に優勝チーム賞が贈られます。岡田監督、ホームベース上までお越しください。はじめに一般社団法人日本野球機構会長、日本プロフェッショナル野球組織コミッショナー榊原貞之より、ペナントとチャンピオンフラッグの贈呈です。また優勝チームには優勝記念品台も贈呈されています。続いて民放各局より優勝チーム賞の贈呈です。本賞は株式会社 TBS テレビよりトロフィーと賞金50万円、株式会社フジテレビジョンより優勝盾と賞金50万円、日本テレビ放送網株式会社よりトロフィーと賞金50万円、株式会社テレビ朝日よりトロフィーと賞金50万円、株式会社テレビ東京よりトロフィーと賞金50万円が贈られます。本日は民放各局を代表し、本日の中継局フジテレビジョンより賞品が贈呈されます。以上をもちまして優勝チーム賞を表彰を終わります。岡田監督、ありがとうございました。お戻りください。続きまして個人賞の表彰を行います。はじめに優秀選手賞3名を発表いたします。まずは阪神タイガース森下翔太選手、優秀選手賞に選ばれました3選手には一般社団法人日本野球機構よりトロフィーが贈られます。3選手に一般社団法人日本野球機構より賞金100万円が贈られます。
続きまして関東選手賞1名の発表をいたします。関東選手はオリックスバファローズ紅林幸太郎選手。紅林選手、ホームベースまでお越しください。紅林選手には一般社団法人日本野球機構よりトロフィーが贈られます。一般社団法人日本野球機構より賞金100万円が贈られます。以上、関東選手賞の表彰でした。紅林選手、おめでとうございます。続きまして SMBC 日本シリーズ2023最高殊勲選手賞 MVP の表彰です。 MVP は阪神タイガース近本浩二選手です。近本選手、どうぞコミュニケーションでお越しください。近本選手には一般社団法人日本野球機構よりトロフィーが贈られます。続いて NPB パートナー株式会社三井住友銀行より賞金100万円が贈られます。NPB パートナーハルビー株式会社より賞金100万円が贈られます。NPB パートナー株式会社コナミデジタルエンターテイメントより賞金100万円が贈られます。NPB パートナー大正製薬株式会社より賞金100万円が贈られます。NPB パートナー日本生命保険総合会社より賞金100万円が贈られます。NPB パートナー株式会社マイナビより賞金株式会社ローソンより賞金100万円が贈られます。以上 MVP の表彰でした。近本選手、おめでとうございます。列にお戻りください。最後に SMBC みんなの声援賞1名の発表をいたします。この賞は SMBC 日本シリーズ2023開催期間中に X 上で多く応援された選手に贈られます。 SMBC みんなの声援賞受賞選手は阪神タイガース大山雄介選手。国部武様よりトロフィーと賞金100万円が贈られます。以上 SMBC みんなの声援賞の表彰でした。大山選手、おめでとうございます。続いて受賞選手の公式記録撮影を行いますので、受賞選手はお整列ください。